バンダイの黒歴史裁判沙汰バービー。私の大好きなジェニーちゃんには実は泥沼の過去があります。ジェニーちゃんはもともとバービーのマテル社とタカラが提携して作った日本向けバービーでした。日本の女の子好みの少女漫画のような顔立ちでタカラバービーは大ヒットします。しかし何があったのか、マテルから契約更新を拒否されて、タカラはバービーという名前は使えなくなってしまいました。そんな大人の事情で突然ジェニーに改名することになります。その後すぐマテルはバンダイと新たな日本向けバービーを作りました。それがこの子、バーバ・バービーです。多幸感あふれる顔立ちのジェニーちゃんと比べると儚げで若干幸薄そうな雰囲気ですが、パッと見よく似ています。当時の子供たちは混乱したことでしょう。特に目のプリントが酷似しており、マーバ・バービーは宝から訴えられます。結果マーバ側がアイプリントを変更するということで和解し、この子は市場から姿を消しました。そして変更後のお顔はこちら。左右対称の独特なハイライトの受けが悪かったのか、改名後もヒットを飛ばすジェニーちゃんには勝てず、あっという間に販売終了してしまったようです。ちょっとかわいそうだから大切に可愛がります。